ただいまより大熊町ふるさと祭り in いわき開会式を始めさせていただきます。皆さんおはようございます。観光協会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。本日は平成25年度の大熊町ふるさと祭りが、ご来賓の、いわき市を代表いたしまして吉島市長の林道様をはじめご来賓のご臨席をいただきまして盛会に開催できますこと心から御礼を申し上げます。頑張りたいです。頑張りたいですということです。さあ自信はありますか？あります。ありますって言いました。皆さん注目ですよ。さあ頑張れ頑張れ。 B を奥までだよ。奥までです。さあどうでしょうか。あ、飲んでいこう。さあシュッと勢いをついて、あ、真ん中の方が早いですよ。まだまだですって言い放ってましたけれども、もうやっぱりすごい勢いでいきますね。ふるさと祭り楽しんでらっしゃいますか？1曲目参ります。ハレルヤ。はいはいはい。先生からお手紙をいただいて、幼稚園の子供らをなんか元気にしてくれるような歌を届けてくれないかって言われて、でそこで生まれた曲は半分子っていう曲なんですけど、嬉しいことも半分子、悲しいことも半分子、まあ、みんなで一緒で一人じゃないんだよっていう、そういう曲を作って、それをこう幼稚園の子供らにこう卒園式であったりとか、そういう機会にこう毎年届けに来てる、まあ、僕らにできることでやっぱ歌しかないと思うんで、まあ、歌で少しでもこう元気になってもらえようと毎年こうさせてもらってますね。できることはまあたくさん歌を僕らも届けていきたいと思ってるんで、まあ、その歌を届けるのにもファンの人らと一緒に協力して募金とかもしたりして、まだそれで歌届けに来れてるんで、これからね、まだまだずっと忘れてはいけないことっていうのがたくさんあると思いますけど、それなんか僕らは歌で届けて元気に少しでもなんかそういう力添えできたらなと思います。中学校で楽しい。Thank you.